アーノルド・スコルテンは、オランダデンボス出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代は主に MF、右サイド、そしてリベロとしてプレーした。ブラジルの名選手に例えられ、白いソクラテスと呼ばれた。FC デンボスで、プロとしてのキャリアをはじめ、選手としての前世紀を、アヤックスやフェイエーノールトといった、ビッグクラブで過ごし、数々のタイトルを獲得した。 1997年7月から日本ロジェフユナイテッド市原に1年半在籍し、1998年8月8日の横浜 F マリノス戦で J リーグ初ゴールを決め、同年の J1 参入決定戦、アビスパ福岡では1ゴールを決め J1 残留に貢献した。通算45試合出場に得点を記録した。1997年にはジョモカップに 外国籍選手選抜の一員として、先発出場。翌年は控え選手ながら同大会に出場した。1998から99シーズン後半から FC デンボスに復帰し、エールリビジ昇格に貢献。1シーズンで降格したが、2000から01シーズンに再度、FC デンボスをエールリビジ昇格に導き、 同シーズン限りで引退した。2017年9月からフェーノールとユースの監督を務めている。その他の公式戦。ありがとうございます。